話すとダッシュ一本いくよ。それじゃあスタート。それじゃあちょっと休憩して、次は筋トレね。普段から鍛えてるからね。あんまり無理はしないでね。君のそういうところ、私は好きだよ。そういう人が隣にいてくれると、私も頑張ろうって燃えてくる。できるかどうかじゃない。その気持ちが大事なの。そうかな。そんなことをあんまり言われたことないけど。むしろみんなからは厳しすぎるって言われるくらいだし。いるじゃない、二次学に。そう、この前チカたちと一緒にトレーニングさせてもらったんだけどね。どこをどう鍛えれば理想の体を作れるか考え抜いてプログラムを組んでた。私とは全く違う発想で新鮮だったな。見せる体を作るっていうのはこういうことなんだって感心しちゃった。あれを見て私ももっと工夫できるところがあるなって思ったんだ。最近はかりんちゃんのメソッドを取り入れてるの。そうだね。さあ、そろそろ休憩終わり。それじゃあスクワット始めるよ。